皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。10月も最終の木曜日となりました。朝晩がめっきり冷え込むようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回も、歯と食と健康と安全をテーマにお届けいたします。レッツ大口博士歯科クリニック。歯を失いお悩みの方々、噛める喜びはインプラントに勝るもの。さて、今回は前回の続きで歯周病治療についてもう少し深掘りさせていただきたいと思います。歯周病治療の基本は歯垢・歯石の除去と噛み合わせの調整なんです。歯垢と歯石の除去についてはさらっとおさらいしてから噛み合わせの調整についてお話しさせていただきますね。歯垢や歯石は細菌の住処となっていて、歯茎に直接触れる歯垢や歯石内に潜む歯周病菌が出す毒素によって歯肉炎症を起こし、歯周組織が破壊されて歯肉炎、歯槽膿漏へと進行してしまうんです。それは防止するには歯垢や歯石を機械的に取り除くことが基本となるんです。歯垢は歯ブラシで、歯石は歯科医院で取り除くことになるんです。詳しくは前回の動画を参考になさってくださいね。ところでどうして歯周病に噛み合わせが関係するの?と思われた方も見えると思います。歯周病は細菌感染と言っているのに噛み合わせが関係するなんておかしいんじゃない?と言われる方も稀に見えるんです。今日はそのような疑問にお答えしたいと思います。ちなみに噛み合わせが原因で虫歯になることもありますので、歯の病気には噛み合わせが大きく関与しているということになります。噛み合わせが原因の歯周病のことを光合成外傷と言うんです。光合成外傷とは普通以上に強い光合力によって歯周組織、つまり歯肉や歯根膜、歯槽骨ですが、それらが破壊されたりすることです。ちょうど地震が何回も起きて、その地盤がどんどん悪くなっているのに少し似ていますよね。その結果として、歯周ポケットが深くなり、歯周病となるわけなんです。つまり、強すぎる噛み合わせによって、歯の周りの組織が破壊され、歯槽骨が吸収して、歯周病細菌が原因の歯周病と同じような状態になるということなんですね。強すぎる噛み合わせを聞くと、スポーツ選手のような屈強な人を思い浮かべるかもしれませんが、決してそんなことはありません。一般の方にも十分起こり得ることなんです。また、子供に起こることもあるんです。子供の場合は、お受験などのストレスから歯ぎしりをするようになり、歯に強い力が加わるためなんです。若年性歯周炎という言葉を聞かれたことがあるかもしれませんが、若年性歯周炎の場合は
免疫抵抗力の低さに原因があると言われているんです。ちょっとした汚れにも敏感に反応して炎症を起こしてしまうんです。免疫機能、白血球の機能低下が原因とも言われていて、 AA 菌による感染も原因の一つと言われているんです。若年性歯周病は光合成外傷とは違いますので、誤解のないようにしてくださいね。それでは、噛み合わせが強いと光合成外傷になるメカニズムについてご説明いたしますね。例えば前歯に強い力が加わったとします。その力は歯槽骨のこの辺りに伝わるんです。その状態が頻繁に続くと歯槽骨が吸収し、歯周ポケットが深くなります。歯周ポケットが深くなると歯肉塩化に歯石がつき、歯石内の細菌が出す毒素が直接歯肉を刺激し、炎症を起こして歯茎が出血することもあるんです。症状が進行すると軽く歯ブラシの毛先が当たっただけでも出血してしまうことがありますね。さらにその出血が原因となり、歯石が沈着しやすくなってしまうんです。噛み合わせが原因となり、歯周組織がダメージを受けて歯周病になるというメカニズムなんです。一旦吸収した歯槽骨は自然には戻りません。そのため定期的なクリーニングの際には噛み合わせをチェックし、歯に過度な力が加わっていればエナメル質の範囲内で削るなどして調整をすることが必要なんです。ところで、冒頭にお話した噛み合わせが原因の虫歯ですが、噛み合わせが強いと歯の表面が割れたり欠けたりしてしまうんです。ちょうど地震が起きると建物の壁にひびが入ったり欠けたりするのに似ていますよね。歯のひびに虫歯菌が侵襲すると虫歯になるんです。しっかり歯を磨いているつもりでも奥歯の噛み合わせが強い方は虫歯になりやすいので気をつけてくださいね。奥歯に小さなインディを装着している方は歯磨きが良くなかったというよりは噛み合わせが強くてひびが入り、そこから虫歯になった可能性が高いので、就寝前にはマウスピースを装着することをお勧めいたします。今回のお話はここまでです。次回も歯科に関する有益な情報をお届けしたいと思います。チャンネル登録がお勧めない方はチャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄への記入もよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際心理学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。